冗談でもフィーネちゃんをおっさん扱いしないで。どういう理屈かはわからないが、やはりイオ君との接触でフィーネ君は何かしらのエネルギーを錬成しているようだね。どうしてフィーネさんが学院に連れてきちゃったんですか？あ、カノンちゃんは…これには深い事情が…たまたまですよ。私なりに獣耳薬のレシピを考えようと図書館に行ったらソラ先輩がいて。